年の瀬を迎え、福岡市早良区の西陣商店街では正月用品を買い求める人たちでにぎわいました。西陣商店街では歩行者天国が始まる午後1時から夕方にかけて、新鮮な野菜や花などを売るおなじみのリヤカーが連なります。お店の人によりますと、クリスマスが終わってから正月用品の販売が本格化し、リヤカーには袋詰めされた丸餅やしめ縄飾りなどが並びました。松竹梅です。松と竹と梅ですね。で、母がずっとお正月にこの組み合わせで飾ってたので、私も受け継いでというか、母のことを思って毎年買ってます。来年はね、もう今年こんな年明け、それはもう絶対良くなってほしいと思いますね。このにぎわいは大晦日まで続くということです。